皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリマンです。それではシェンムー3前回の続きからスタートです。毎朝こうシェンファに声かけるのがちょっと日課だな。リョウ、おはよう。よく眠れた？ああ。今日はちょっとね、胴元にもう会いに行こう。結構修行もしたので。リョウ、ん？行ってらっしゃい。もう夫婦だね。ああ、いいね。なんか広場へ行こう。おお、兄ちゃん。ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。さあやろう。やります。クロトラに勝ってるからね。こんなもんかよ。よし、いいぞいいぞいいぞ。当たるか。よし、やった。なんとかギリギリ。クロトラより強えな。やるな兄ちゃん。いえ、俺もちっと昔昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに？ああ、そうだったな。花鳥風月をやってる胴元だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。花鳥風月、その人はたまたま飲んでて相席しただけだから、どこにいるかなんて知らねえよ。そうですか。ここだったな。すいません。おう、木札交換だね。そうじゃなくてな。聞きたいことが。花鳥風月の胴元に会いたいんです。悪いな、まだ来てねえんだ。もっと早く来てほしいんだが、営業時間は胴元任せなんだ。夜なのかな。そうですか。いつも7時には来るが。わかりました、ありがとうございます。夜7時ってこと？すいません。あら、いらっしゃい。兄さん、お年玉はどう？丸一だよ。聞きたいことが。花鳥風月の胴元に会いたいんです。せっかく私が誘ってるのに、それはないんじゃない？いや、俺は。あのおじさん、夜7時にならないと来ないわよ。夜7時？夜7時きっちり。私と違って几帳面なのよね。そうですか。ねえ、しようよ、お年玉。また来ます。この人の、この人なんとなくエロいね、この人。7時か。あの、酔ってんのかこれ。どうかしたんですか？なに、ちょっと飲みすぎただけじゃ。一杯引っ掛けりゃすぐに元気になるわい。失礼します。あ、まあまあまあ、そう急がんといっぱい付き合え。いや、俺は。なら一勝負しに行かんか。わしゃ花鳥風月が好きなんじゃ。やめておきます。だって花鳥風月の人いないもん。いや、わしもあそこでやめておけば。くそ、つい熱くなったばっかりに。
どうすっかな。とりあえず夜7時になんねえと来ねえっていうからな。どうしよう、アルバイトとかなんかしとく。あ、でもこうやって移動すると来るんだ。7時15分、よし来たぞ。あれ、いなくない？あ、いた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 。すいません。いらっしゃい。花鳥風月面白いわよ。オタクか。お兄さん、じゃあやっていかない？あれか、ゲイの方か。聞きたいことが。あら、どうしたの？深刻な顔しちゃって。ゴロツキに絡まれたと聞いて。そうなのよ、もう大変だったんだから。ゴロツキと何があったんですか？話してあげるから遊んでって。もちろん勝たなきゃダメよ。嘘、勝たなきゃいけないの？悪いけど前払いよ。わかんないんだけど。花鳥風月、花鳥風月どれにかける？ここだ。どうだ、入るわよ。これでボロボロに負けたらどうしよう。怖いよ怖いよ。あららら、風、青、負けたか。風ね、悪いわね、私の勝ちよ。もう一勝負、どう？どんどんなくなっちゃうから。悪いけど前払いよ。よし、花鳥風月どれにかける？これだ。ここだ、入るわよ。当たれば大儲けか。黄色黄色、月来い。これもう運もあんじゃねえか。運ない人ずっとここでダメなんじゃないの？やった、来た。いいね。あらやだ、お兄さんの勝ちよ。なんとか、よかったわ。勝負はこれからよ。もう一勝負しない？もうしないよ。ゴロツキと何があったんですか？お店を壊されて、お金も取られて、私大損してるのに。約束です、話を聞かせてください。しょうがないわね。あの夜ここへ二人組が来たのよ。一人は髪の長い大きな男だったわ。もう一人はツルツルに反り上げた頭に大きな蜘蛛の入れ墨をしてて。長髪の大男と蜘蛛の入れ墨のあるスキンヘッドの男。チャイっぽいな。石の家はどこだって凄まれて、私つい強がっちゃって、広場で勝手に探せばって言い返しちゃったの。それでシュウさんと王さんの家に。結局石堀氏を見つけられずに戻ってきて、私に八つ当たりよ。お金を渡して許してもらったんだけど、ひまわり畑行くとか言ってたわ。ひまわり畑、ひまわり畑、わかりました、ありがとうございます。暗くなってきたな、シェンファの家に帰るか。うん、話進むだろうしな。シェンファ。何、リョウ。ひまわり畑へ行ってみる。ゴロツキはひまわり畑ってところに向かったらしいんだ。そうなの？ゴロツキが見つかれば父のこともきっと。ああ、必ず見つける。ありがとう、リョウ。ひまわり畑はどんなところなんだ？ひまわりがいっぱい、牛飼いのおばさんたちがいるのどかな集落。そうか。でも子供たちがよく遊んでて、ちょっと賑やかな時もある。ゴロツキなんかに近づいてほしくない。そうだな。とにかくひまわり畑へ行ってみるよ。ええ、お願い。ゴロツキの行方を突き止めないとな。うん。
明日はひまわり畑か。シェンファ。何、リョウ。シェンファのお母さんは。覚えてない。何も。そうか。すまない。変なことを聞いて。ううん。顔も覚えていないから、母がいなくても悲しくはないの。エンさんから話を聞いたことはないのか。うん。一度だけ聞いてみたことがあるけど、今はまだ知らなくていいって言われて何も教えてくれなかった。ふーん、今はまだか。気になるな。うん。こんなことが起きて何か関係がありそうな気がしてならないの。ああ、そうだな。ねえ、リョウ。なんだ。リョウのお母さんはどんな人だったの。お母さんを見たことないな。あ、イナさん、懐かしいね。お袋のことはほとんど覚えていないから。イネさん。俺にとって母親といえばイネさんだな。イネさん。ああ、リョウの家の。そうだ、家のお手伝いさんだけど、親身になって俺の面倒を見てくれた人だ。私も母はいないけど、村のおじさんやおばさんたちに可愛がってもらった。そうか。シェンファ。何、リョウ。シェンファは子供の頃どんな遊びをしてたんだ。いろんなこと。いろんなことって、例えば。子供の頃はどこへ行っても楽しかった。動物たちが集まってきて、周りでおしゃべりを始めるの。動物が？うん。動物たちの声を聞いてるとわかるの。わかる？もうすぐ雨が降るとか、早く収穫しないと霜が降りてダメになるぞとか。そんなことが？うん。それを村の人たちに教えるの。そうするとみんなの役に立つ。そうなのか。ねえ、リョウ。なんだ。リョウは子供の頃どんな遊びをしていたの。そうだな、なんだろう。めんこ、かくれんぼ、相撲。めんこ、この時代めんこもあるよね。めんこをやったな。めんこ。ああ、確か中国にもあったはずだ。なんて言ったかな。どんな遊び。厚紙のカードを地面にぶつけて相手のカードをひっくり返すんだ。ああ、パイジーパイね。パイジーパイ。そういうのか。香港で見たんだ。日本にも同じ遊びがあるのね。そういえばそうだな。じゃんけんとか。顔じゃんけん。え、顔じゃんけん。シェンファ。何、リョウ。もっとお話しする。シェンファが子供の頃は誰とよく遊んでたんだ。誰と。ああ、友達がいたんだろ。うん、でも名前はない。シェンファ、それって。うん、村の動物たち。やっぱり。あの、動物以外の友達は。ああ、イチンやメイメイ姉さんと仲がいい。そうか、よかった。よかった、何が。いや、なんでもない。ねえ、リョウ、もっとリョウのこと聞かせて。ああ、なんだ。リョウの子供の頃はどんな友達がいたの。原崎か。ゲーセン仲間、喧嘩仲間。ああ、なんだろうな。
喧嘩仲間かな。よく喧嘩したな。喧嘩？私、寮の友達のことを聞いたんだけど。ああ、友達同士でよく喧嘩したんだ。友達同士で？そうだ。もちろん仲が悪いってことじゃない。その逆だ。逆って？本当に仲がいいから本音でぶつかり合えるんだよ。それで喧嘩になることがあるけど、お互いすっきりして仲直りできるんだ。ああ、それならわかる。喧嘩の後は仲良くなれる。そういうことだよ。ボクセンのシュジーさんとライジーさん。ボクセン？そう。あの二人もいつも言い合いしてるけど、本当は一番の親友なのはみんな知ってる。そうなのか。シェンファー、明日も早いわ、リョウ。もう今日の話はここまでか。リョウはもう先に休んで。ありがとう。そうだな。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。面白かったら高評価、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回会いましょう。ギャリバンでした。また会おう。